皆さんこんにちは。いつも通りクールビズが終わったスーツパツパツの井上でございます。さて、本日ご紹介しますのはこちらです。どうぞ。10月1日から、私井上の紹介で入りました新人セールスのコンさんでございます。ご紹介お願いします。はい、10月から入社いたしましたコン慶太郎です。よろしくお願いします。はい、ほう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 。そうですね、車は好きですし乗り物は好きです。お客様に寄り添った提案を提供できたなと思っております。これから頑張っていきますのでよろしくお願いします。10月に入社したコン君と同時期にショールームに入りました2台のお車をご紹介したいと思います。まずはこちらでございます。ゴルフの TSI ハイライン、マイスターございまして、こちらがゴルフバリアントの、TDI コンフォートラインマイスターでございます。ハッチバックのゴルフとワゴンのゴルフ、ガソリン車とディーゼル、ハイラインとコンフォートライン、同じ白いゴルフでもここまで対比のあるようなゴルフを一度に比べられる機会はショールームの中ではなかなかない並びとなっております。つきましてはこの10月、ドライブに気持ちいい季節ですので、ぜひフォルクスワーゲン川越にいらしてください。よろしくお願いいたします。さて、コンさん、はい、これがフォルクスワーゲンアップという車です。アップですね。はい、見たことありますよ。ありますか。はい、どういうイメージがありますか。もうやっぱりコンパクトで街中をスイスイ走れそうなイメージがあります。なんかすごい女性になんか可愛らしいと言われるようなイメージがあります。そうですね、やっぱりアップ買いに来る方はこのコンパクトさと、なんて言ったって可愛い顔を求めていらっしゃいます。ですが、残念ながらアップは今年で全世界向けに生産が終了することになってしまいました。そうなんですね。皆さんご存知ですか。知らない、やっぱり。ですね、残念ながら、2019年をもちましてアップは生産終了となってしまいます。モデルによってはもうすでに日本に輸入された、されているものしかもう、ご提供ができないアップもございますので、もしアップを長く乗りたいとか、アップ気になってるとか、セカンドカーにいいなとか、欲しい人いたなとか、そういう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ、お客様ご紹介ですとか、皆さん見に来ていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。